皆さんこんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思いまーす。この動画を視聴するすべての方への注意点ということで、えー、このここでね一旦動画を止めていただいて、えー、大きな画面ですね、えー、ここに書いてある文章を一語一句読んでください。 で一つでもね、承諾できないなっていうものがありましたら、えー、ここでね、そっとこの動画を止めて、他の人の動画を見てください。で、すべて承諾できて、できた人だけね、この動画の続きを見ることができます。それでは行きたいと思います。2019年3月5日火曜日、暗号資産草コイン中野研究会。今日はね、 よく晴れてますよ、千葉県松戸市。よく晴れてて暑いですね、さっき外気温が14度ありましたね。また、えー、春っていうか初夏っていうかね、もう梅とか早桜は咲いてますからね。でね、あの言うの忘れたんですけど、松戸税務署の前がね、ものすごい人が並んでるんですよ。でね、朝ね、私は車でね、2回ぐらい。 駅行くんだけど、午前中は、松戸駅ね、朝7時半に行くんですよ、1回はね。その時にはもう20人ぐらい並んでるからね。朝7時半なのにね、松戸税務署。確定申告の人ですね。で、もう1回行くのはね、まあ10時とか11時ぐらいですけど、もう200人ぐらい並んでる。<laughs> ディズニーランドかよって。ディズニーランドのビッグサンダーマウンテンかよと。ふざけんなよっていうぐらいね。 1>, まあ1時間はかかるかなっていうぐらい並んでますね。もう自分でパパはやってね、申告しちゃえばいいのにね。で、あとで、疑問点があったら、言ってきますか電話、はがき来ますからね。出頭命令のはがきがね。何月何日何時に来てくださいって、まあるんで。それで日付調整してね、電話でね。で、あの行けば並ばないで済みますからね。まあ、わかんない。うん、わかんない。<laughs> そうだね。 まあまあ大変だなと思います。それでは今日も行ってみましょう。はい、本日のお題ですね。本日のドル円仮想通貨マーケット分析ということで、えー、ドル円 FX につきましてはニューヨークカットオプションがあるので、えー、112円台に乗せてくる可能性がありますということですね。で、この辺をちょっと解説していきましょう。はい、それでまずは XM の MT4 ですね、これ。 で、ここですね。今、これ4時間足ですけど、冷やしだとこうですね。これが年末の爆下げで、えー、これが1月3日のフラッシュクラッシュ。そして順調に上げてきましたね。もうどのぐらい上がってんですかね。まあ、ここから上けたとしたら、うわー、4339ピフスですね。あ、すごいですね。40円 ?40 円上げたの、これ。え 40円上げてないですね。403、430、あ、400、433ピプスか。4円ですね、上げたらね。うん。4円30銭ですね。そして、えー、4時間足ですね。ここが、まあ、レンジになりましたね、やっぱりね。レンジになりました。で、ここまで下がったんですね。だから、もうちょい下がったですね、ここ。 前回前々回、安値まで下がりましたね、ここまでね。ここのとこまで下がりましたね。はい、ここもそうですよね、昨日の夜ですね。これが111円6、626ですね。はい、下がってまた上がっていったところですね。で、これ112円011。まあ、ここのね、112円のとこでまた抑えられて下行くかどうかですね。 ここ順調に上がってますからね、ここでまた下行くかどうかですね、まあ、そこら辺がちょっと楽しみっていう楽しみですね、はい、どうかなっていうとこですね、うん、まあ、やっぱりレンジになっちゃいましたね、まあ、昨日夜ガラが来て、えー、夜中12時とかのですね、指標アメリカの支票発表が悪かったのかな、それでちょっと落ちたのかな、それでまた、 朝方から割あときはあのごと日なのであちなみに今はね3月,9 3月5日か3月5日ですね火曜日の、えー、1時39分ですねちょっと午前中忙しかったんでまあ,あのそうですね1時39分ですね、はい、それで 今日、5島日だったので、えー、と9時55分めがけて上がってきましたね。それで10時半になって、ドーンって下がったんだけど、やっぱり上がり続けてますね。やっぱり五島日なんでね。はい。実需があるんで。まあ、あのアメリカドル買って、で決済しなくちゃいけないんでね。海外の会社とね。まあ、トヨタ自動車とか、貿易会社とかはね。なので、あの銀行経由でドルを買うと。日本,を日本円をドルに変えると。 いいう会社が多いんですよねだから上がっちゃうんですね、どうしてもね。うん、日本のえー、っと産業っていうのは世界第3位ですから、アメリカ、中国、日本ですからね。ほんで、まあ、まあ、ドルの需要があるのはアメリカと日本だけですから、中国はもう中国元で決済してると思うんだよね。だから、あーそうだね、中国は。 そうですね主にオーストラリアの資源を買ったりしてますよねはいということで上がってますがここまで上がるかどうかですね、うん、それでちょっといろいろ情報今日も新しい情報あるんですがまずは外為 .com さんの売買、えー、板ですねで今がいくらかというとですね、えー、9011円90銭ぐらいですねここか うわね、重たいですね。えー、売りオーダーがすごい入ってますね。ただ、100、1 2円いくと、売りオーダーも入ってますけど、買いオーダーもいっぱい入ってるんですよね。これ、まあ、損切りオーダーかもしれないですけど、ひょっとしたら、ボーンって、112円いったら、ボーンって上、ドーンって、突き抜けちゃうかもしれないね。ドーつってね。で、買いオーダーが入ってきてね。で、下は売りオーダー入ってないから、下がる傾向はないですね、ここは。 111円8085か。下がる気配はないですね。もう買いしか入ってないですから。買いしかね。だから、売りオーダーが入ってないから、まあ、ブロック崩して言うと9号ですね。9号のここら辺がカン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 って崩せたら、えー、こことここはもう112円は、えー、売りと買いで相殺されてゼロですから、ストーンと上に行きますね。 これ上ですね。もう112円超えますね、今日はね。112円こいつその,そのまま上いっちゃうでしょうね、これ、ス,ースーって <laughs>。はい。で、なんでそうなのかっていうとですね、他にも理由があって、実は。んこれイリアスエアさんか。えっと、なぜかというとですね、実は、あ、ちょっと待って、その前に、えー、ヤフーファイナンスで、ちょっと、 あれ見ましょうか。ニューヨーク、あ、ニューケ、ニューヨークダウですね。昨日のニューヨークダウは、マイナス206ドルですね。下げたので、まあ普通だったら今日、ドル円下げるんですけど、上げてます。で日経平均も100円で下がってますね。マイナス100円ですけど、やっぱり強いね、経済はね。日本経済強いですね。マイナス100円ですけどね。 ニューヨークダウがマイナス200ドルって言ったら、まあ大したことないよね。大したことないので、まあ、ちょっと大したことなかったかなって感じで、日経平均、まあマイナス100円って大きいけど、マイナス100円って大きいけどね。大きいけど、ひょっとしたらマイナス98円だけど、ちょっと、うん、5番にかけて、まあ5番始まってますけど、5番っていうのは午後の相場ね。 始まってますけど、プラマイゼロか、えー、プラス30円とか50円ぐらいになるんじゃないかな、これ。うん、5番上がってくるからね。うん、利益決済するからね。<laughs> うん、だから、ま、そんなに悪くないかなと。うん、経済、アメリカの経済も日本の経済もそんな悪くないかなと。そういう風うに見ました。それでですね、実はさっきね、 えここにさ、ニューヨークカットオプションがあるのでって書いてありますけど何、なんなのなのと。何なのそれと。どこ,どこ見ればそれ分かるのってことですが、これ実はこれがあるんですよ。はい。皆さん知ってますでしょうかこれ FX 情報サイトトレーダーズウェブ FX って言ってね、これすごい有名なんですけど、まあ、プロのですね、FX トレーダーさんは、 まああの常にね、利益を出してる FX トレーダー、個人トレーダーとか、プロも見てるんだけどね、このウェブサイト見てるんですよ。それで、いろんなのを見て、ニュースとかね、あとね、やっぱりニュースあるんだけど、一番いいのはね、コンパス。コンパスでドル円とかユーロとかさ、ユーロ円とか、5ドル、いろいろあるんだけど、 ドル円ならドル円で今日の今日のトレンド判断でこ上だね上昇トレンドはい通常の動きしてさあえっ、ー、とこうずーっとね上ですよと <laughs>、うん、はいなってね結構いいんですよこれ、うんうん、すごくいいんですよねでテクニカル分析もしてくれるし <laughs> まあ あの移動平均数、一目とかね。パラボリック、ボリンチャーバンド、ストキャスト、RSI、Mac で、まあ、いろいろできますよ。すごくね、すごくいいんです、これ。はい、すごくいいんだけど、あとね、あの、まあ、帰り率とかね、市場カレンダー細かいですね。例えば今日3月5日ですよね。 3月5日は、えー、ここから始まってるんですよね。ここからね。ここから始まってるんだけど、細かいんですよね。いっぱい出てくるでしょここまでね。いっぱい出てくるでしょだから、いいですよね、やっぱりね。<laughs> で、今日は夜少し気をつけなくちゃいけないってことだよね、やっぱりね。 うんまあ、こういう、まあ、いっぱい出てくるんだけど、まあ、どうでもいいやつも出てきちゃうから、まあ、みんなの民株、指標、ちょっとし民株見てみようか、指標。指標ってやるとみんなの、F、民株がみんなの FX が出てくるからね。<laughs> まあ出てくるか、3月5日、民株も出てきますね、すみませんでした。 であんまり出てこないか。あんまり出てこないですね。あんまり出てこないですね、うん。ただこれ星がついてるからいいよね。うん。で、今日はアメリカ関連がないですね。今日はね。ないからもう僕、あ、これがあるのか。夜中の12時にありますね。今日、今日、これ明日ってなってるけど、今日の24時ですからね。夜中の12時、今日気をつけないといけないね。これね。まあ、前回は0.9しか動かなかったけど、星5つですから。 そして、えー、こっちはどうなってるかというと、まあなんかゴジラゴジラゴジラいっぱい書いてあるんですよね。ここから、ここ、ここからね。まあだから、あそして、えっここら辺書いてあるね。ちょっと待って、民家はどうなんだ ?3 月5日。書いてないですね。うん、ちょっと。 分かんないですが3月5日ですねえっ3月5日ですよねう <coughs> <coughs> んちょっと間違ってんのかこれ3月6日と間違ってんのかこれうんあえっ3月6日と間違ってんのかこれどっちが間違ってんのかこれあ あ、これいいんだよ。いいんだいい,んだいいんだ。これ24時だからね。24時だからちょうどいいんですよね。ハミン株も24時。ISM ですね。ISM、えー。そしてこれも ISM がありますよね。あ、いいんですね。他にも細かいのいっぱい書いてくれてるんですね。やっぱりね。そういう意味では、こっちの、えー、トレー、トレーダーズウェブサイ、ウェブ X っていうのがね。 FX か WebFX。これね、すごくいいですよ。それで、えー、見なくちゃいけないのは FX オーダーってとこなんですよ。ここを押すんですね。そうすると、何が書いてあるかというと、市場関係者にヒアリングしたオーダー状況を毎営業日早朝に更新していますってことで、まあ、ド,ル円ドル円ですよね。まあ、ドル円。まあ、ドル円ですよね。ドル円で、 これドル円チャート出てますがえー、っと <coughs> これね112円にオプション58日ニューヨークカットって書いてあるんですね112円05銭にもオプション 7, 7日ニューヨークカットって出てるんですよでこれ何なんだと何なんだということでオプションカットニューヨークカットがあるんです前も説明したけれども だとほら、あの、売買板が少し書いてあるんですよ。売りとか、断続的に売りとか、売り集めとか。うん、だから、何なんだと。うん、そうですね。何なん継続、断続的に買いとか。この辺行くと買いなのかと。うん、どこの辺行くと売りなのかと。で、この間でウロウロするのかってことですよね。で、これは、早朝だけは無料で見れるんですよね。でリアルタイムオーダーっつって、今、 まあ早,朝の早朝の状況なんだけど、リアルタイム、例えばさ、これリアルタイムで、まあ、10分おきかな、10分おきぐらいに見てるんだけど、えっと、10分おきですね、これね、うん、10分おきに集計されて、その5分後に発表されるんだけど、あの日本の個人投資家しか分からないわけですよ。ただ、こっちだと、世界の ヨーロッパの投資家とかニューヨークの投資家とか全部わかるって、このリアルタイムオーダーっていうのでわかるんですね。そうすると、まあ、ほぼほぼ負けないんだけど、負けないんですよ。あの、これ、オーダー見れるから。うん。ただね、あの、会員にならないといけなくて会、会員にならないといけないんですよね。プレミアム会員にね。で、そうすると、あの、 会員になるとねこう一般っていうのは無料会員無料の人なんだけど、会員になると何がいいかっていうとね、えー、モーニングオーダーはドル円とユーロードルしか見れないんだけど、他全部見れると。ねあとはリアルタイムオーダーも全部見れるんですよ、リアルタイム。これいいよね。あとは市場状況とかニュース、ここのテクニカルとかスポット、週間予測とか市場オーダー状況、まあ、これ全部見れるんですよね。 うんとこ週刊展望とかあとは分析ですねあんなこれすごく良くてい,やいいんですよねこれ本当に本当にいいんですけどで安いんですよ1月2000なんですよね1月2000なんですよ情報量がねで初回は4000円当月分と翌月分の4000円ですよとうん クレジットカード払いのみとなりますって書いてあるんですけど <coughs>、これね、あの、まあ僕から勧めるわけじゃないけど、あの、やっぱり FX のオーダー状況で、オーダーってさ、この、これ今、今んところね、これしかないから、外為 .com さんの、えー、情報しかないんだけど、これ日本人の 売り板買い板しかないんですよ。でもちろん夕方5時からねヨーロッパ時間になっちゃうし夜ね11時からかな入浴ーー時間になっちゃうでしょ10時とか11時になるとそうするともうこれ使えないわけですよでやっぱり夕方とか夜とかもさ勝ちたいわけよね勝ちたいんだったらこのリアルタイムオーダーでオーダーってどん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 コロ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 変わっていくから朝1回だけ見てもしょうがないわけですよね これ見たいんだけど、って言うと2000、2000、まあ、安いけどね。だいたいもう、あの、中野研究会なんか毎月1万円するからね。もうこれ2000円お前払っとけよと。中野研究会行ったらこれ、トレーダーズウェブ X、FX を見れるよと。プレミアム会になれるよと。中野払っとけお前ってね。感じなんですけどね、本当にね。あの、はい、これすごくね、 あのちょっと僕は入ろうかなと思ってます。ただ、僕だけ入ってもしょうがないからね、これ僕がこうプレミアム会員の情報を見て、皆さんに教えることはできないですから、これはあの著作権を違反になっちゃうのでね。だからあの、皆さん皆さんでやっぱり入んない,入入んないといけないし <coughs>、まあ、たった1月2000円でね、まあ、10万通貨だったら、10万通貨でかけるんだったらね、1ピプス1000円ですから、2ピプス取れば2000円取れますからね。 ですから、リアルリアルタイム板ですね。これ、どんどんコロコロ変わりますから、ま、今日の早朝の朝一番の情報だけですね、これね。今どうなってるかわかんないんでね。ただ、ニューヨークカットオプションとかは、まあ、そのまま入ってるよと。で、これね、ニューヨークカットオプションって何なのかって、前、まあ、説明しましたが、もう一度。ニューヨークオプションカットですね。 FX 会社のニュースでよく流れるオプション関係の言葉にニューヨークオプションカットという言葉があります。これはカットオフタイムと呼ばれ通貨オプションの権利行使の最終的な締め切り時間ということですと。まあだから、あの、まあ、株で言うとさ、ストックオプションとかね、オプションですよね、オプション。ストックオプションとかさ。 ニューヨークオプションカットの時間帯は日本時間の24時ですと夏時間は23時今は冬時間だから24時ですねはいあのー、来週ぐらいから夏時間になるんで11時になるね夜のね通貨オプションとはあらかじめ定められた、えー、期間や期日に定め,定められた価格で買う権利または売る権利を売買する取引のことですと <coughs>、うん 具体的には1ヶ月後にドル円を100円で100万ドル買う権利という感じですこの権利を売る側は証券会社や銀行などの金融機関で買う側はトヨタなどの貿易企業であったり投資目的の金融機関になりますとまあ先物オプションみたいな感じだよねうんだからちょっとね貿易するのに、えー、100万ドル払うんだけど為替が変わっちゃうとね あなんか日本円でもっと払わなくちゃいけないから、まあ、保険は買っとくって感じはね保険ですよねこれ完全にねでビットコインオプションっていうのもあったじゃないですかビットコインオプションっつってまあ,あの600万 <laughs> 1ビットコイン600万円で買える,買えるっていうねオプション、うん、それ以上高くなればビットコインがね1ビットコイン700万とか800万円になれば1ビットコイン600万円で買えるっていうオプションまあ保険ですよねそれを買っとくってことですね えー、上記の1ヶ月間ドル円を100円で買う権利を100万円としましょうそうすると買った側はオプションカットの時間にドル円が100円よりも安ければ権利を行使する必要がありませんがドル円が100円よりも高ければ権利を行使しますとそうだね仮にドル円が105円だと市場で105円で売ってすぐに買い戻せば5円の利益になりますからねとまあそうだね まあそれか、えーとまあ、銀行、このオプションを販売している証券会社とか銀行から1ドル100円で買って、えー、マーケットで105円で売れば1ドルあたり5円を儲かるからね、まあ、すごい金額になるよね。しかしながら100円に近ければどうなるでしょう。権利を買った側は 100円より上で時間を迎えたいですが、売った側はそうならないようにドル円を売っていくかもしれませんと、そうですね、だから、あの、<laughs> まあ、ひどい話なんですけど、このオプションっていうね、まあ、保険を売った証券会社とか銀行は、その自分で売ったオプションがあの使用されないようにね、行使されないように、相場を操縦するんですよ。操縦っていうのはそそ <laughs> この相場をねあの、自分でこう、例えばこれ112円オプションじゃないですか、今回、112円の、えー、112円ぴったりのオプション、ニューヨークカットオプションですね、だから12時ですよね、これ、8日、えー、だから3日後ですね、3月8日に、えー、ありよと。で、7日には、えー、105円ありますから、 えっとこのね、112円とか112円5銭にいかないように、このオプションを販売した証券会社とか投資銀行は、売ってくるんだよ、どん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 、この110円いかないように、どん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 、ガンガン売ってくるわけ。はい、だから、この7日とか8日、<laughs> 以前だったら、えー、権利行使できるわけですよね。だから 最低でも8日まで112円に行かないように、112円に近づいてくると、どん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 売ってくるわけ、投資銀行とか証券会社は、このオプションを売った会社ね。でも、買った会社、オプションを買った会社は、もう112円よりも上でね、オプション行使すれば、さやが儲かるから、どん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 ドルを買うわけですよ。どん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 ドルを買って、 112円よりも、このオプション価格よりも、オプション権利、行使価格よりも、どん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 買っていって上になるように、相場操縦するわけね。だからそれで、そのきっ抗するわけですよね。きっ抗して、結局は、結局は、このヘッジファンドとか入ってこないと、まあ、このオプション価格にのっ抗するから、オプション価格に,価格に落,ち落ち着いちゃうわけ。これを、そのペラントフラッグって言うんですよ。 ペランドフラッグつって三角形になっていてどん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 縮小して結局はこの <laughs> そのニューヨークカットオプションオプション価格に拮抗してスーって三角形になるわけねでもヘッジファンドはドーン入ってくるとドーンといくからそしてみんなわーって権利行使するからドーンって下がるわけねうんはいはいえっとそれで <laughs> そのような思惑の売買が働くためニューヨークカットの時間帯では設定された価格付近に近づく傾向があるようですうんだからペナントフラッグ三角形になるわけね FX 会社のニュースなどには102円60銭オプション9あオプション9日ークカット102円50銭売り本ポーズオプション9日ニューヨークカット大きめ102円ちょうど オプションこの場合、一番影響するのが102円5050銭50のオプションになりますと。真ん中ね。この時は、えー、1300本、1本1億ドルが残っておりましたと。だいたい1000本以上あると値動きに影響すると言われています。ニューヨークカットを通過するとオプションの影響がなくなるために。 <laughs> 当日高値更新してくるといったことが起きやすくなりますと。なので、えっと、そうですね、だから、まあ、あのだからさ、これ見た方がいいよね、入浴ーー、だから夜中、やっぱり気をつけないといけなくてね、夜中に向けて、夜中の24時とか、今だったら24時だよね、でもう来週ぐらいから23時になっちゃうけど、 え、今週からか ?23 時夏時間は。あのー、このオプションなんですよね。相場が動いてるのは。オプションに向けて動いてるわけですよ。これだから、今も夜中のね、12時、しかも7日ですよね。オプションはね。だから、7日とか8日ですよね。 はあまあ、いつ5日もあるか、オプション5日のニューヨークカットもあるのから、き、まあ、今日動くよね。まあ、これ、上に上がりたいっていう気持ちとね、下に抑えられる気持ち。で、多分一番動かすのは、えー、っと、イギリス勢ですよね、ロンドン勢のヨーロッパヤクザ、トレーダーが上げてくようとこうするからね、オプション買ってるからみんな。 だから、これは知らん顔して、ピューンって上げると思う。ただし、まあ、オプション売ったのは多分、中国の投資銀行だと思うから、中国のマネーがね、ドーンってショート入ってくるから、まあ、こう、き抗するよね。どっちだ、どっちだ、どっちだって。で、えーあのー、そうだねヨーロッパヤクザがやる気あれば、ドーンって抜けてくるしね。ドーンって。うん、あとは、 アメリカ時間なってまあアメリカの早出組ニューヨークの早出組の人たちが、まあ、巨大なマネー入れてくれば112円20銭ぐらいいくかな行っちゃうかもしれないですねうんそうするとまあイギリヨーロッパとアメリカの資本主義諸国の勝ちでまあ中国が中国の都市銀行がやられるって感じの構図かなまたそんな感じですね はい、それで、まあ、これオプションカット入浴カットについては全然動かないんだけどほんで、まあ、下もあるんだよねこれ以上安くなったらで、まあ、今日50銭110円50銭のオプション5日入浴カットあるけどこれはもう関係ないねこれも関係ないですねここだよね要はね、えー、今日今日のカットがあるから578があるからまあちょっと拮抗するかなー うーん8でしょ金曜日だよね。<laughs> うんだ今日、ちょっと112円。超えればね、また面白い構図になると思います。まあ、超えたらもうやる気なくなってくるから、だんだん。うーんでも、超えるっつってもさ、あんまり上行くと、そのオプションを発行した投資銀行とか証券会社がものすごい損するから、やっぱりガン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 落としてくるわけね。 ガン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 落として、できれば、こういう点も112円ギリギリのところでね、えー、やってくるから、やっぱり金曜日の夜までは、雇用統計まではちょっと112は重いと思いますね。はい。それでね、やっぱりね、こ,これですよ、やっぱり。オーダー状況を見ないとわかんないので、このね、モーニングオーダーだけじゃわかんないんですよね。 入浴、まあ、ーーカットは分かるんだけど、ここ、売り集めとかさ、買い、断続的に買いとかっていうのはね、このリアルタイムオーダー、1月2000円安いですから、まあまあ、<coughs> ぜひ、こうプレミアムサービス、入会するといいと思いますよ。まあ、もしね、FX、<laughs> ま2000円安いよね <laughs>。安いですよね、これね。うん、まあ、安心感あるからね。 日本だけじゃなくてヨーロッパ時間とかニューヨーク時間とか24時間世界中の為替相場の動きを24時間ウォッチして独自取材のとこあるでしょマーケットの中心地ニューヨーク市場のクアタイムをカバーすることで世界中の為替相場の動きを24時間ウォッチしてるということですねい,やいいですね あのオーダー状況がリアルタイムで分かると安心して投資できるんですよね。そこがちょっといいかなというところでございますと。まあ、あの決して進めてるわけじゃないんだけど、いいなと。いいなと。いいなっていうか、まあ、いいんじゃないかなと思っておりますと。はい。ということで、今日は、あと、あれか。仮想通貨につきましては、<coughs> 生還が続くかなと。 思ってます昨日の夜ね、えー、楽しかったですねまた、えー、一部の方のみで毎晩ねライブやってますけれどもね楽しかったですね皆さんもまた加わってみてはいかがでしょうか、まあ、メールでメールアドレス送ってくれたり LINE でメールアドレス送っていただければまあ誰でも彼でも 毎晩のね、あの秘密ライブの,会あの参加者、参加会員になれるわけじゃないんですけどね。まあ、いわゆる、あの、<laughs> 中野版、メイソン・リー会員ですね。はい。私がちょっと強化したメイソン・リー、新型メイソン・リー会員を募ってるって感じかな。落ちてきてるんだよね。だから、あの、ちょっとビット、仮想通貨、今、 触らない方がいいよね。触るとまた落ちてきてるから、まあ、一気一一周してさ、まあ、あの短時間足でね、上がったとか下がったとか <coughs> 言って、また、うん、まあ、一気一周して疲れちゃうよりは、まあ今は刑務所投資法でですね、まあ、まあ、何も考えないっていうマインドフルネス状態に。 いた方がいいかなと思いますね。これビットコインですけどね。やっぱり上がったかなと思ったら落ちてきちゃうんですよね。弱いですよね。そしてリップルは。うん、リップルはもう本当落ちてますよね。弱いですね。33円ですからね。うーん。まあちょっと今はもう少し生還という感じかな。ビットコインキャッシュもね。はい。 ははははい、はい、はいいそうですね、はい、で最後にですね、えー、ちょっとこの話をしたいと思います。こちらですね、はい、まあ、FX で億万長者になるためにはどうしたらいいかということで、これ株でも一緒ですし、まあ、ビジネスでも一緒ですね、独立起業してもいいし、まあ、サラリーマンの中でね出世するっていうのもいいですし、 まあ学生とか主婦の方とかね、まあ、人生を成功させるためにはどうしたらいいのかってことですねはいまあ、ピアノがうまくなるにはどうしたらいいのかバレエがうまくなるにはどうしたらいいのかとすると一緒ですねまあお花とかね茶道とか華道とかエレクトンとか一緒ですよで普通の人まあねこれ僕、まあ、僕も普通の人の仲間ですけど、まあ、本に書いたらね中村 えまあ、たくさんの本にはこういうことが書いてあるし、まあ、中村天風先生の本にもねインドのヒマラヤの山奥で2年7か月のヨガの修行に行った時にカリヤッパ先生からね、えー、言われた話にもこれが書かれてました、まあ、普通の人っていうのはこの、まあ、<coughs> 器に水が張られている状態ですとでこの何かっていうともう心の器ですね はい、ここの中にいつもなんかこのまあバケツっていうかさこの,このまあ洗面,台洗面器っていうかバケツ洗面器か洗面器が心の器でねいつも何か考えてますよねこれ1 0 0 1 0八つの煩悩で満たされちゃってますよね でこれ固定概念があるわけですよね。もう自分では固定概念なんかないよと。もう自由な発想で、何の偏見もなくね、考えてますよと言ったところでもね、やっぱり偏見というのはあると思います、固定概念がね。で、これはまあ、例えば FX で言えば、まあ、初めてやる人っていうのは勝てないですよね、FX ね。だから、まあ、FX インチキじゃないのと。でも、まあ、きっとまたダメだと。勝てないし、 こんなんなインチキだし詐欺だと。あとは FX とかね株とか株取引とかあとは、まあえー、バイナリーオプションとかねまあ <coughs> まあ、ただダメだと。まあ、あとは、まあ、その FX とか、ね、仮想通貨も詐欺だと。そしてそれを教えている僕もインチキだし詐欺師だというふうに思ってる人いっぱいいると思いますけど。 まああのまあ、これね僕が言ってるわけじゃなくて、まあ、いろんな本に書かれてますよねこのいうにねで中村天風先生がインドの山奥秘境のねヒマラヤ山脈のインドの山奥ですね2年7ヶ月ヨガの修行をしてしたですねあのヨガの達人カリ合ッパ氏にも言われた、ね、あの水,水とお湯が入っている を二つ持ってこいとでお前は、うん、先生なんで僕にねもう半年、えー、このね山奥で <laughs> 暮らしてますけど先生なんで僕に、えー、一言も声をかけてくれないのですかとなんでそろそろヨガのことを教えてくれないのですかと完全無視されてたからね中村天風はね仮やっぱ先生にねそれで もうなんでね、日本離れてこんなとこまで来たんだっつって、もう耐えきれなくなってね、ついにえ口を聞いてしまったわけですよ、先生に対してね。もうお前は、俺に、全然お前はなってないから、俺には絶対口を聞いてはダメだと。先生から、時が来た時に、お前に声かけるからと言われてたのに、先生に声かけてはむかってしまったわけですよね。先生ななんんでで私はどこがダメなんでしょうかと したらじゃあお前、亀を2つ持ってこいと。で、1つには水、冷たい水、もう1つには温かいお湯を入れて持ってこいと言われたわけですね。そして、じゃあお前、この冷たい水がね、入ってる亀に、温かい水を入れてみろと。温かいお湯を入れてみろと、先生が言われました。うん、そしてね、そんなの入るわけないじゃないですか、先生と。ね、入れてみろと。入、はいはい、りませんと。 なぜ入らないんだといや、水が入ってるからお湯入らないですよ、と。だろうと。今のお前はそれだと。ね。私がどんなに素晴らしい教えをね、お前に与えようとしても、お前の心の中には冷たい水がね、いっぱい満たされているじゃないかと。どんなにいいことね、素晴らしいことを言っても、お前は固定概念で心が満たされていてね、私の言うことを聞かないだろうと。 心に入れないだろうと、ね。遮断するだろうと、そんなのまたダメだと、インチキだけ詐欺だと。そう,いうふうに思うだろうと。だから、私はその時が来るまでね、この心の器の中の水が空っぽになるまで、私はお前に何も教えないんだと言われました。で、マインドフルネス状態の人ってね、これマインド、まあスピリチュアルな話だよね、これ、FXYouTuber の小野ちゃんもね、 最近は心を無にしてね、まあ、いわゆる、まあ、悟りを開いた状態にしたわけですよね、お野ちゃんもね、マインドフルネス、まあ、スピリチュアル状態ですね、マインドフルネス状態になった人っていうのはどうなるかというとですね、この器がまず大きくなんだよね、心の器が。何を言われても、他人に何を言われても、何があっても動じゃない。何にも関係ない、ねえー。どんなに悪口言われたってもう関係ないと。 自分は自分、他人は他人。まず心の器を大きくする。そして中身は空っぽにする。自分の考えは何もありませんと。はい、自分は何にもないと。で、じゃあ中野雄二の言うことだけを聞くのかというと、そうじゃなくて、僕はあのただ気づきを、僕がどうやってマインドフルネス状態になったのか、そして FX でどうやって勝てるようになったのかを。 えー、その気づきを教えてるだけで僕はこのねあの皆さんの、まあ、有料会員の人のね心の器の中に、えー、お湯を入れる資格ってのはないと思ってますよただ気づきを素直に受け入れ気づきとともに生きることができるようになればここにお湯が入ってくるわけですねはいで器が大きくなったのでお湯もたくさん入るわけお湯っていうのは、まあ、生きる命ですよね愛情であったりさ健康であったり生きる源パワーですよね 共に富ででもあるんですよだからお金もいっぱい入るわけで。ここはもうお金入んないわけですよ。こう固定概念があってね。冷たい水が入ってて、えー、まあ悲観的。人生やっぱりダメだと。で、他人の幸福を素直に喜べない。なんであいつだけね、<coughs> うまくいって、なんで自分はダメなんだと、はい。他人の幸福を喜べないし。 えー、他人のね不幸は蜜の味とかねそういう話になっちゃうんだよねでもマインドフルネス状態の人は他人も自分も一緒なんですよ他人も自分も自分なんですよだから他人がやっぱり幸福にならないと悲しいし辛いし泣いちゃうし、うん、で他人が幸せになってね FX で億万長あの徐々にね、えー、お金を増やしてることころを見るとすごく嬉しいです だから僕は毎日最近 FX の小野ちゃんがね、えー、資産がねまあ38万とか36万からに行った時ところからね今年の頭でねそこから <coughs> スピリチュアルを勉強して <coughs> 毎日朝ね便所掃除したりねそ部屋の掃除をしてスピリチュアル状態になってマインドフルネス状態になって <coughs> そこからメキメキと上達してですね 今、総資産73万か74万になって、まあ、もうそろそろ100万超えますよね。100万超えるとあっという間に1000万で、1000万超えるとあっという間に1億いきますから、だから FX の小野ちゃんは多分年内中に1億円の、ね、資産億、億トレーダーになると思います。で、まあ、ドラさんのこと言っちゃいけないんだけど、ドラさんもこういうマインドフルネス状態になってほしいなと思ってます。で、気づきを素直に受け入れて、 息づききとともに生きることによってですねここにですね、まあ、生きる源健康の源ですね、はい、あとは知恵の源ですねそれと富の源ですねお金ですねが入ってきますだからいつも心を空っぽにしてですね固定概念、ね、いわゆる自我ですね欲望自我欲望をなくすんです何もいらない、うん、何も欲しがらない 与えるだけで自分の資産健康富はすべて与えられますからこの中にどん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 入ってきますから雪崩のように入ってきますこのように、えー、なっていただければと思いますまたねなんかここら辺のことも知りたいっていう人がい,いましたら LINE とかでメール送ってください電話でもいいんですよそれではね今日はこの辺で終わりにさせていただきます 千葉県松市よりトムクルーズがお伝えいたしました。ありがとうございました。